を打つ空手をやってる人は実戦は弱いと思ってたんですよ。やっぱしスポーツ空手だろうが古流空手だろうがやっぱ人なんですね。そうですね。クマさん大丈夫ですか？大丈夫ですか？沖縄県内の格闘技のジムはやっぱコロナ結構厳しいんですよ。そうですよね。まあ、で、これ昔ながらの道場がやっぱどんどん潰れてって、沖縄伝統もなくなってきてるんですよ。あ、そうなんですか。はい。だそういう中で、あの沖縄じゃない本土の方がこうやって沖縄の泣き陣場でこういう沖縄活性化させるような本当イベントをしてくれることって本当に。沖縄県民からしたらありがたいことで、はいはいはい、やっぱ普通苦しくて、子供たちを舞台に上げるっていうのを活動してて、まあ、これも一つの一環として子供元気計画の一つとしてやらさせていただいてます。お疲れ様です。マッスル、マッスル、お疲れ様です。お疲れでした。終わりましたか。やっと終わりましたね。今終わってすぐですよね。終わってすぐです。もう帰りますね。もう帰るんですか。もう帰ります。今日も撤収して。なんかあの、熊沢さんが、はい、あのぶっ込んでくるみたいらしいんですけども。知らないふりします。これ着替えてるじゃないですか。なんかこれ、このいつものこのなんかお約束みたいな流れ何なんですか。そうなんですよ、第3弾のね、今田さんがチャレンジしたということで、まあ、もうチャレンジしたいって気持ちがね、やっぱり伝えていただいたらもう受けるしかないじゃないですか。でもあの今田さん毎回岡沢さん あの疲れてる時を狙って2回目3回目で来てるんです。超疲れてる時ゲネと本番やりましたからね。なんかデジャブみたいです。そうですね。何か熊沢対策とかされてきましたか。熊さんは、はい、もうやっぱ3回戦って、はい、2回か、はい、2回戦って、はい、やっぱりなんとなく動きが分かってるんで、うん、はい、そうだからもうそのとイメージトレーニングをちゃんとしてきましたね。あ、なるほど、はい、前回は、まあ、小笠原さんの方がハイキックとか、はい、そうですね、結構当ててたんですけど、はい、熊沢さんもその間に試合にライジンに出たりっていうのがあって、結構減量も頑張ってるみたいなんですが、なんか噂に聞くと4キロぐらい痩せたり、そうですね、すごいですね。なんかあの体調悪くして入院して後から熊沢さん対策ということで、結構毎日頑張ってるみたいなんですが、いけそうですか。ちょっと頑張ります。頑張ります、はい、ちょっとじゃあ行ってみましょうか。どこにいるんですかね。どこにいるんですかね。
おお。お母さん、ありがとうございます。ありがとうございました。3回目ですけど、はい、ぶっちゃけどれくらいの力を今出し切ってます？今ね、半分ぐらいです。半分で。もうちょっと仲良くしたら。お母さん、今この下半身の動きを見せてくれたんですけど、はいはい、ここは映して大丈夫ですか？いやいや、ここはちょっと映さないで。下半身はちょっとダメ。ちょっとだけ。上半身だけ映して。もう一回同じ説明をお願いします。足だけは熊さんの前に入って、あ、この角度なんですね。そう、外でも、うちでもね、ここが一番、はい、面を指してる、はい、だからここは上半身だと目の角度だと、はいはいはい、同じなんです、はい、同じです。足は入ってる、はいはい、ちょっと行きやすいです。うわ、スピードがすごい。やばいっすね。これが伝統空手の。ありがとうございます。ちょっとこれを今のこの月に対してさらに入れていきます。はい、そうですね。結構これはやっぱりあのライジンとかでも絶対使えると思うんで。はい。はい、前の方です。僕の弱点というか、はい、欠点というか、ここをやった方がいいっていう。クマさんの欠点はそれこそ本当間合いです。はい。特にその間合いを使える技術、スポーツに関してはやっぱり接近戦はどうしても、はい、ね、やっぱり不利になっちゃうんで、はい、間合いをどうやって相手にコントロールさせないか、クマさんのコントロールするかっていうのをこれからテーマにして練習してもらえると、もっともっと幅が広くなるんです。はい、いやもう本当に今日ありがとうございます。ありがとうございました。前回、はい、半年前に、ね、はい、やったんですけど、リベンジ泣き陣で、はい、で、沖縄はまた今回みたいなハッスルマスでいらっしゃるんですか？まだやります。7月の、17日、はい、今度は狩牛ビーチでやります。ハッスルマッスル芸術祭。それはなんか今回みたいな飛び箱とか、もうもちろんやります。また別のメニューも入ってくるんですか？別のメニューも入ってきますし、空手のキッズたちも、ね、登場するんで、僕が演出して、しかも、はい、ビーチにステージを作って、はい、その上に花火が上がるんで、すごいかっこいいです。これ主催してるのは小笠原さんなんですか？はい、僕と、僕はもうちょっと手伝いはしてるんですけど、はい、高橋企画という、高橋さんっていう方は紹介とかしてもらうのって可能ですかね？面白いですか？面白い。もしやれたら高橋さん行きましょうか。ちょっと放送できるかどうか分からないけど、顔的にちょっとね、ちょっとモザイクしたかもしれないけど、ちょっとじゃあちょっと行ってみましょうか。はい、ちょっと高橋さんに行ってみて。この高橋先生がこのハッスルマッスルを主催している代表。え、威嚇されてませんか？これもうやる気満々じゃないですか。僕なんか同じ匂いがして。僕いますね。もうお父さん。お父さんって誰も。兄弟。だって今40あるでしょ。今40です。40ですか。先生、おいくつですか？先生って56です。あ、16歳の時の子。ああ、あるえる。似てませんか？あるえる。あるえる。先生、はい、今日は演目でちょっと組ませて、本当にありがとうございます。いやいや、本当迷惑な話で。あ、いやいや、ありがとうございます。今回 の、はい、そのハッスルマッスルの映像とかも、はい、ちょっと皆さんたち少しでいいんで、はい、ちょっと届けても大丈夫ですか、ね？いやいや、もうたっぷり届けてください。はい、ありがとうございます。7月はですね、7月もありますから。あ、沖縄で、沖縄で花火が出るって聞いたんですけど。花火もありますし、このハッスルマッスルもありますし、
あとはなんとね、ハッスル忍者スロンっていう、あのサスケの競技ありますよね。サスケってあの走って掴むやつとか、もともとあれを作ってたのが僕らのそのチームなんですよ。もともとのあれを作り上げたの、はいはい、そのチームと新しくハッスル忍者スロンっていう競技、反り立つ壁とかクリームハングルとかスパイダーボークとか登場して、なんと賞金100万円100万円だ。これって7月いつあるんですか？7月の17、18、2日間。なるほど。1日目はあのそのサスケのビーチ場に競技内容を設置してですね、こういったですね、反り立つ壁見たことありますね、クリフハンガー、スパイダーウォーク、こういうの1日目競技やります。これタイムトライアル、チーム戦です。1チーム4人でどう組んでもいいです。最速の人が賞金50万です。これって、はい、格闘家とか沖縄ライジンメンバーが出てもいいですか？全然 OK です。エントリーは OK、はい、じゃあ7月2日ライジン沖縄大会終わった後に、はい、その選手たち声かけて、はい、メンバー出ても僕らに挑戦してください。え、先生も出るんですか？もちろんです。で2日目はですね、なんとこのハーリー綱引き、はいはいはい、この船あります、ハーリーありますよね、はいはい、これ向かい合って座るんですよ、4人で、はい、これ一気にこうせーので込むんですよ、押し合うんですよ、押し込んだ方が勝ち。これパワー戦、パワーと瞬発力、格闘家有利かもしれない、ね、格闘家意外と有利かもしれない。これでも参加できるんですね。これだったら倒せるね、おかさん。これだったら倒せる、両方参加するのが条件です。1日目2日目。なるほどなるほど、はい、で2日目これ勝っても50万です。で賞金50万50万で100万。これ皆さん、ライジンのファイトのマネーより高いですからね。マジですか？言って言っちゃった、今日賞金100万だって。それで100って書いてます、ちゃんとね、はいはい、先生、あの最後、はい、沖縄でなんでこういうイベントを活性化するのをやってくれてるか知りたく、前回の、ね、はい、イベントもそうだったし、はい、泣き陣もそうだし、はい、今回50周年記念で沖縄のやつもやってくださって、はい、そういう思いっていうのを、いや、あのね、もともとね、沖縄になんかね、日本人としてこう責任があるというかですね、あのまあいろんな歴史があって、はい、沖縄の人も、まあ、日本のためにいろいろ戦ったりですね、まあ、苦労された歴史もあり、それからこうやってですね、どん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 こう日本を代表する観光地として盛り上がっていく、そこになんかやっぱ僕ら日本人の魂としてやっぱ沖縄になんか恩返ししなきゃっていう気持ちがすごいあるんですよ。だから沖縄をですね、ちょっと一歩一歩なんか勝手に元気づけたいなっていう、だからこういう勝手にですね、いろいろ企画してあのやってるっていうですね。めっちゃ嬉しいですね。で沖縄のその琉球の本当魂をね、なんかやっぱ日本人のやっぱ大和魂についてるもの、それをどん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 日本に広めていきたいなっていう。なるほど、はい、先生、これは今小笠原さんも毎回出場というかこう出てくる予定。そうです、そうです、はい、これで僕が小笠原さんをあの伝統のルールで倒すことができたら、はい、チェンジとかももちろんもうこれは条件にしましょう。小笠原を倒したら、はい、もう交代、僕が肩とか縄、はい、も回すんで。じゃあ小笠原はそのあの子供たちのお世話みたいな。確かに絶対次は倒しますから。4月17日その大会やりましょう。そうですね、ちょっとリベンジします。次こそはリベンジ。あの今度はちゃんと客お客さん入れて舞台準備するんで、試合用の審判もつけて。あ、そうですね、ぜひまたお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。